不敗層の外略図地下に設置する不敗層の外観不敗層は簡易な生活排水処理技術の一種。英語ではセプティックタンクという。不敗層はフランスで19世紀末に発明された排水処理技術で東南アジアやアメリカ合衆国などのトイレが湿式の地域において簡易な汚水処理装置として普及している。 腐敗層は浄化層と同じく排水を発生場所で処理する分散処理のため、10個ごとに設置される。2室以上の処理層を連結した構造で、沈殿分離及び焼け整微生物によって処理水を分解する。隣接する層の底部は閉鎖されている形式と解放している形式があり、閉鎖されている形式の腐敗層では、上部から側溝などに放流し、 解放されている形式の腐敗層では地下浸透させる。腐敗層の BOD 除去率は50%程度で日本で開発された浄化層に比べると処理性能は低い。堆積する予定の引き抜きが定期的かつ適切に行われていないために初期の性能を発揮できていないことも多いとされている。また、処理層の底が解放された形式の腐敗層では おでの体積を放置したことに伴う地下水汚染などの環境汚染も指摘されている。アジアで普及している腐敗層は処理対象が死尿だけで生活雑排水が処理されずに放流されていることも問題になっている。ありがとうございます。